着物セラピー。こんにちは、着付け講師のトミーです。オンライン着付け教室を開催し、着物で障害があってもなくても着物を着てみんなで笑顔のお写真を撮りましょうという着物セラピーという授業をしています。今日の着物は、一重、もう暑いんでね、一重着ました。で、一重っていうのはこの前八掛のお話とかをしましたけれども、その八掛がないんですね。八掛や胴裏がついてなくって生地1枚っていう着物になります。今日着ているこの着物は塩沢というものです。で、塩沢というのでも一つのブランドみたいなものなんですよ。この産地なんですけど、新潟県ですね。新潟県の紬です。で、塩沢紬っていうのはもともとあったんですけれども、この本塩沢って言われるものがいわゆるお召しなんですね。で、お召しの説明は以前ちょこっとしました。で、これもお召しです。塩沢のお召しでも、塩沢お召しとは言わないんですよ。本塩沢って言うんですね。ちょっとね、ややこしいですよね。塩沢イコールお召しで、塩沢イコール人へ向きっていう風に覚えておいてもらえばいいと思います。もちろんこれに胴裏と八掛をつければ合わせの着物になります。全然塩沢も合わせにしていいんですけれども、より一重にすごく向いているっていう着物になりますね。で、なんで塩沢が、お召しが一重に向いているかというと、サラサラしてるんですよ。これね、質感を映像では伝えられないんで何とも言えないんですけど、すごいサラッとしてる生地なんですね。で、サラッとしてるということはイコール足さばきがいいっていう言い方をするんですが、サラスルスルしてるので、一重なのでこう八掛とか胴裏がついてないじゃないですか。生地そのままがこう当たるんですよ。そうするとサラサラしてる方が足さばきがいいです。これがサラサラしていない生地だと、一重にするとモサモサするので足さばきが悪くなるんですね。で、以前結城紬をお伝えしたことがあるんですけれども、まさに結城とかはちょっと、引っかかるんですよ、生地が。そういうのを一重にするとすごいこう足さばきが悪い感じになりますね。なのでお召しは足さばきがいいので一重向きという感じです。このね、夏物の着物はすごく難しいんですよ。着物の中で一番難しいかな、夏物の説明するのが。もう変則的なものがいっぱいあるので、合わせの着物はそんなないんですけれども、夏の着物はですね、質感だとか、なんかこういう感覚になってくる部分がすごく多いんで、これはこの季節ですってこう厳密に言えないところがあるんですよね。透け感とか、そうですね、透け感、肌触り、そういうものが結構、重要になってきます。で、次、帯。この帯私大好きな帯なんですけど、これはですね、博多の献上柄の変わり献上というものなんですが、平織の献上柄っていう、もうこれ、ね、博多帯は博多帯で別にきちんと話した方がいいぐらいにいろいろあるんですけども、この帯は平織の、博多帯の平織なので一年中使えます。夏でもいけます。でも夏は夏で、博多は露見城とか車見城っていうのがあるので、結局合わせの時につけるかな。で、季節の話はまた別の時にします。ご視聴ありがとうございました。